はい、えー、今回はですねパーフェクト証券アナリスト第一次レベル一回目金融技術の基礎のお話を申し上げてまいります、えー、私はレック講師の佐野三郎と申しますどうぞよろしくお願いいたします、えー、早速ですけれども、えー、テキストのですね一ページから、えー、送っていただいて三ページですね第一個証券分析トップオートフリオマネジメントというところの、えー、金融資産と財サービスの違いという、えー、ことでございます で金融資産と申しますとですね、銀行に預けている預金もそうですし市場で取引されている株式や債券それから外貨建ての金融資産もありますしですね、株式債券がありますしリート、投資信託といったさまざまなものがありますですけれども一般的にですね、現時点でお金を出しましてですね、この後また申し上げますように将来お金を受け取ることができるというのが金融資産ですので。 えー、金融資産の購入や売却といった取引はですね現在のお金と将来のお金との交換だというふうにまあ一般的に言われているそういうふうに見ることができるわけですね。で、えー、商品やサービスの場合ですと実際に手に取ってみてですねあるいは実際にお店をに行ってみて、えー、商品の場合でしたらい色や手触りやですね、えー、携帯電話でしたらば。 スマートフォンでしたらですね性能ですねスペック仕様も気になるかなということがありますけれどもいずれにしてもその商品そのもののですね特徴に私たちは魅力価値満足まあ経済学ではですね満足のことを高揚と言いますけれどもを感じるわけですね。でですので 価格を考えるといった場合にです、ね、もう直感的にいくらの価値があると思うかということは、ね、私たちにとっては判断可能なわけなんですけれどもそれに対しまして金融資産に関してはこの後お話ししますように非常にいろいろと面倒くさい手順が必要になってくるんですね。でそれがなぜなんだということがですね重要な点でございまして金融資産とは一体何なのかというところに最初に注目しておくということが非常に重要になってまいります。 で金融資産を購入した場合にですね、まあ、それと引き換えに将来を受け取ることができるお金のことをですね、まあ、現金ですねキャッシュフローというふうに一般的に呼びます。で金融資産の実態ということを考えてみますと文字通り現在のお金と将来のお金のとの交換というようにですね将来、えー、何らかの時点でですね え確実な場合と不確実な場合もありましょうけれどもいくらかの金額を受け取ることができるというのがまあ金融資産の実態でえお金の束ししか存在しないといいととうことでございますで逆に申しますとですね金融資産というものは将来のお金を何らかの時点で,ですねえ確実か不確実かという点も含めもありますけれども何らかの金額を与えてくれるということですから。 き金融資産がもたらす将来の金額とですねその金額がもたらされる時点ですねで差し当たってはもう不確実性を考えなくて確実にもらえる金額だというふうに差し当たっては仮定しておきますとですねまあ不確実なケースでも同じような議論になるわけですが確実にもらえる金額だとしてですね受け取ることができ,できるお金のです、ね、タイミングと金額ですね これが完全に重なっている 2, 2種類の別々の金融資産があったとしますと実態としては全く同じだということで一物の金融資産だといでこの講座のまたお,おいよいとですねお話してまいりますように不確実性を伴うような金融資産のケースでも全く同じだというふうに言うことができる別々の金融資産というものを想定することができましてですね 将来のお金の束としてお互いに完全に重なっている一致している別々の金融資産はですね一物の関係にあると考えることができましてで商品の場合にはですね同じ市場の中で同じ商品が販売されている場合にはあの別々のお店であっても同じ価格になるはずだと一物一家の法則が成り立つはずだというわけですね。 3ページの下の方のキャッシュフローという用語の後ですねキャッシュフローという用語については申し上げましたですけれども一物一家ということで商品の場合に限らずですね金融資産でもですね同じ金融資産同士の価格は同じ価格にならないと 最低取引などとも申しますけれどもあってですねそういうチャンスがなくなるような取引が活発に行われる結果同じ価格になるはずだというこれはあの金融資産の価格の考え方価格理論ではですね根本的な原理の一つ法則の一つになっております。で 金融資産を購入しましてですねある期間がたって後になってみるとでそこから振り返るという,というケースはですね、まあ、金融資産の購入と販売やれば金融資産への投資を考えるケースが一番単純なケースでですね事後的にですねテキストの4ページになりますけれども4ページのですね ここにありますような。丸一と丸二という二つの金融資産を一年前に購入しました。購入時の価格はそれぞれ八百円と千二百円でした。で、現在の価格とですね。その金融資産がもたらしてくれる利息などですね。は、丸一が現在の価格は九百円で、利息は五円もたらしてくれました。丸二は価格は千三百四十五円で。 利息はありませんでした。というわけですね。で、八百円で買った丸一の。金資産はですね。現在の価格は九百円で、利息五円をもたらしてくれましたから、九百五円の価値になっておりますね。百五円の利益があったと。いうことになります。で、金資産。丸二の方はですね。資産丸二の方は。千三百四十五円になっているものが。 購入価格は1,200円でしたから145円の利益になったということになるわけですけれどもこの105円という利益とですね145円という利益をですねそのまま比較いたしましてであっの方が良かったということは単純にできないわけですね。と申しますのも元で当初の金額が違っているからですね。でそこで 当初の元手が違っている金融資産同士の比較を可能にするために金融資産の議論ではですね最初の元本1円当たりに置き換えるということをいたしまして率で把握するとでそのようにして計算される1円当たりの投資の成果結果をですねこれも4ページの用語ですけれども収益率 あるいいいいはリターンという言い方をいたします今の資産1と2のですね、えー、投資の成果投資の結果をです、ね、元で1円あたり元,元本1円あたりに置き換える計算は4ページの中ほどや下にありますようにですね分母に最初の購入価格を置きますそれによって1円あたりに置き換えることができますね。現在の価格と 岐阜中の収入から当初の購入価格を引きまして105円800円で割ると0.13125ということで約13.1%ですね同じような計算を2に関して行いますとですね1200分の145で約12.1%とこの4ページの下の方の式のにょろりというのはですねほぼ等しいことを表しています。で今のように あの当初の購入価格を引いてですね利益分として計算をいたします場合はですねえ計算いたしました結果をリターンというふうに呼ぶんですけれどもえ当初の元本込みでですねリターンに1を加えた値言い換えますと資産1でしたらば905円を800円で割った値資産2ですと1,345円を1,200円で割った値ですね。この1にリターンや 利子率のですね例となりないしはですねリターンの,小文字の英語の小文字の R を当てまして 1+R という形で書いてえ表現しますとですねグロスのリターンといいいう言い方をいたしますで,グロスであることを表すためにですね大文字の R を使うということもがよく行われます。ページののの一番下の方の表記ですねということでえ振り返って1円あたりで考えるということによってですね 事後的な評価はですね比較的シンプルに行うことができるんですけれどもさあこれから金融資産を購入しようとで1年間なら1年間でどうなるかっていうことを考えている段階時点に立ってみますとですね物事は一気に複雑になってきましてですねで一つはですね資産からもたらされるキャッシュローが将来の値でですね、えー、何と言っても先のことがわからないと一つだと申しますかな何よりもですよね えー、ともかくも,もう先のことは分からないというのが常にですね不確実だということがあるわけです。で加えましてですねで金融資産の価格やです、ね、将来の投資の成果リターンを考えます場合にはこの時間の違いとですね不確実性が伴っているという2つの問題を解決する必要がありますが。 金融資産のですね価格の理論ではですねこの時間の違いの問題と不確実性の問題を分けて考えると分かりやすいということで説明がされることになります。で将来のそういった金融資産の議論に入ります前にですね最も基本的な金融資産であります株式と債券についてテキストの5ページから簡単にですね 述べてありますけれども株式は株式会社の所有者の持ち分ということでですねで、会社は永続的な存在ですから、えー、所有者にですねその株株主が株式を持っている人ですね会社の所有者である株主にですね出資された金がこう返済する義務はありませんですけれどもありませんですねで、株主は会社の所有者ですから 会社の利益は株主に帰属しますけれどもその利益の金額は不確実だということで利益の中から株主にですね配当金という形で分配が行われますが同様に不確実な値になりますですね。で会社が解散する場合にですね株主会社の所有者であります株主が受け取ることができるのは会社の債権者に元利を返済した後の残余財産と残りの財産ですね。 5ページの用語ですけれども「残余財産」ですねに限られるという特徴がありますですね。で債権、えー、者には劣後するわけですけれどもあの株主の責任はですね 有限責任だとということが言われております会社法1 4に日本の法律ですと定められているんですけれどもあの会社を清算する場合にですね解散しても財産を全部換金して債権者に元料を返済するという際に資産がですね債務の返済に不足するケースでも株主が追加の出資を求められることはありませんですね。というわけで株式を購入した後の株主の立場ということを考えてみますとですね、えー 株主のペイオフというカタカナで書きましてペイオフという用語で呼ぶんですがペイオフという用語はですねあの金融機関の経営状態が悪化した場合にですねのペイオフではなくてキャッシュフローと損益をですね一言で表すファイナンスでよく使われる用語なんですけれどもその株主のペイオフというのは購入した後では購入する金額の を支出した後で,です、ね、決しててマイナスにならならいいという特徴を持ってます,す、ね、それから株主には株主総会で投票する議決権がありますので会社の経営にそれを通じて参加することができるということですね。で株主の権利の中にはですねその会社の経営に参加する議決権に関して言いますと、えー、普通株式,株式と言いまして典型的な株式よりも 順番が後になられるが議決権が与えられないような株式もありまして特に配当のですね受け取りの順位を普通の株主普通株よりも高くしました優先株式のケースでは議決権がないというケースもあります。逆にですね特定の株式に実質的にですね複数の議決権を与えることも日本の法制上可能になっています。でもう一つの典型的な金融資産であります債券ですが。 債券はです、ね、会社の借入金をですね社債をですね証券にいたしましてで株式と同様にですね自由に売買することができるという性質を備えさせた金融資産ですねで債券の中で、えー、定期的に利息を支払ってくれる債券は利付債クーポン債と呼びますね でその返済金が満期になりますと最後の利息クーポンとですね額面,額面と言い,いまして元本のような金額が返済されるのが利息差債でございますね。ただあの額面と元本は同じものではありません。額面という金額が発行の際に定められておりますけれども発行時の価格はですね額面100円について価格100円とはなりませんで。 になるとはも限っておりませんので、えー、元本と同じだということはできないわけですね。でクーポンはあの額面を基準にですね、100円あたり何円あるいは何パーセントという形で決められていまして、えー、率をですねクーポンレートとクーポンというのはまあ債券の金利のようですね、そのクーポンが支払われるレートをですねクーポンレートというふうに申します。 一方ですね途中で利息を支払わなくて満期に約束された額面を1回だけ返済するという形の債券もありますそのような債券は割引債あるいはゼロクーポン債と呼ばれますね6ページの用語ですけれどもでゼロクーポン債とは違ってクーポン債なんですけれどもクーポンレートが非常に低くてですね割引債のように 現在の価格がですね非常に額面と比較して低くなるとその計算プロセスについては後ほど申し上げますけれども割引の額面と比較した現在の価格が大幅に安くなるディスカウントになるクーポンレートの非常に低い債券がディープディスカウント債というふうに呼ばれます。で社債には担保がつけられる場合と無担保になる場合がありますけれども。 もう担保付きの社債はですね担保があるもの実質的に無担保の社債よりもですね返済がまあ優先されていると実質的にですね優先されているということがよく言われますで他方ですねローンやあの別の債権などをですね多数集めましてプールしましてですねそれを担保に裏付けにしまして別の 有価証証証券券券発行しまますすととですね資産担保証券と呼ばれる証券になってい出元になる債券を持っている企業は,はですねえ銀行や自動車ローンの会社などですけれどもオリジネータとえーと6ページの下の方の用語ですね呼びましてえ資産担保証券の管理払いを担当する金融機関はえーサービサーと呼ばれます発行の世話をする金融機関はアレンジャーと呼ばれましてですね いずれも6ページの下の方の用語ですけれども債権を発行する主体になる法人はですねオリジネーターからその裏付けになる債権金融ローンやですね債権のプールをですね購入するんですけれども特別目的事業体スペシャルパープスエンティティといいましてですね スペシャルパーパスエンティティへの SP へのですね、譲渡という形をとります。で、オリジネーターから SP にですね、えー、権利がですね、完全に移転するという譲渡の申請性がですね、成り立ちませんが、が確保されませんとですね、えー、オリジネーターの持っていたですね、債権のプールというのがですね、オリジネーターの 今日のちょうど申し上げますけれども財務省のですね貸借対,対象表からは除外されないといったようなことがございますで資産担保証券の場合にはですね資産のプールの信用力を高めるためにですね信用保管と信用を補うとこれは7ページの用語ですが ょと小さいででしょうねね信用保す、ね、それから追加債務の負担配当の支払いなどを制限する財務制限条項というのが設けられることがありまして財務制限条項はですね通常の資産担保証券ではなくて企業が発行する通常の債券社債と呼ばれますが社債でも設けられることがまあ一般的になっていますさて、えー、続きましてですね テキスト8ページの第2項で不確実性を考えなくて将来の確実なキャッシュフローないしはペイオフですねペイオフのですね現在の価格を考えるという段階に入ってまいります。